異世界なのに日本の街みたいなんだけど。ここで待ってたらクラスの奴らが来るかもって話だけど。よーし、あの超高層ホテルに行くぞ。金なら花川から奪ったものがいくらでもあるからな。ロイヤルだろうとスイートだろうと泊まりたい放題な。改めて考えると私らのやってることひどいな。あれ、高藤君？途中で出てきた魔物とか盗賊とか倒してたら疲れたから寝るね。勝手に自分の部屋行っちゃったけど。壁を通り抜けられる我が見てきてやろう。もう寝ているな。とことんマイペースだな。次回テレビアニメ、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、エピソード3、一方的に攻撃できるほど世の中甘くない。最後は来週の即死さんのコーナーだ。相変わらずひどいコーナーだな。クラスメートが死ぬらしいよ。またっていうか多すぎて絞れないんだけど。地震化で女の人たくさん連れてるんだって。ああ。